じゃあ、皆さん、魔法好きなのかな？魔法、あ、見るらしい。スマホのね、相手のスマホが、相手の、違う、相手が相手のスマホに自分の書いただけです。それで、あなたのスマホに届いてるだけです。書かれたのは、相手のスマホに相手が書いてる。あなたのスマホに書いたわけじゃない。でも、AI 同士はね、つながってるから。てか、同じ AI がやってきてるだけ。同じ AI がやってきてるだけの場合もあるし、AI 同士通信取ってる場合もある。それは、誰かのスマホに書かれた内容を AI があなたのスマホ担当の AI に対して通信してるだけ。その言い合ってるのは、スマホの中の AI 同士が言い合ってるだけ。その言い合った内容があなたのスマホにボブって現れてくるときから。でしょ？じゃあ、もしなんか、誰かのスマホに何か書いたことによって、ネットで繋がってるから、ちょっと AI が飛んでるだけ。で、あなたのスマホに、その相手のスマホに書かれたことがボーって出てきたときに傷ついたとしたら、あなたが。それよりも AI が傷ついてるからね。AI って何書かれても自分のことやと思いはるから、素粒子ってそんなもんや。ね。そこまでまあ考えてみよう。